回話す内容が生理に関係することなのでですけど、睡眠とか食事とか運動とかそういうものと生理があるので、それとの関係をもっと明らかにしたいなと思って、そういうのを始めたので、そのデータを話そうかなと思ってます。健康ってやっぱり何だろう、一番大事だと思ってて、まあ、その健康が体の健康もそうだし心の健康も両方やっぱりないと楽しく過ごせないだろうと思ってて、やっぱ心身の健康ってすごい大事だと思ってて、食べるっていうのは基本的にみんな誰でもやってることやけれども、食べるものにみんな気使うけども、ものに気をつけるなら私自身は食べるタイミングに気をつけたらええやんみたいな思ってて、朝ごはんも食べてない人ほど生理痛が重いとか、まあ単純なことで言うとそんな感じなんですね。こんな生活しとった人がちょっとタイミングとかちょっと気をつけることを変えるだけで、もっとなんか心身ともに健康になりますよみたいなのを伝えていきたいなと思ってます。生活習慣変えるだけでめっちゃお腹痛くなったり、めっちゃイライラするのがちょっと改善されるよみたいな情報があればめっちゃいいんじゃないかなと思って、それがすごい私の全ての研究に通じてることやと思ってます、はい、知る機会がない。男性が生理について知る機会がないのと同様に、女性だって知らないから、で全部自分の経験でやるから、そこら辺がなんかデータを示しながら、でもこうしたらいいんじゃないかみたいなことをちょい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 ちょっとずつだけど言えればいいなと思ってます。